どうだろう。これね、とても外観はいいですよ。うん。ただね、スライド引いてもこれ、おおおおお、上がってくる、ほら。ゼンマイ押すと。面白い。はい、じゃあね、ホップパッキンも出てきました。よいしょと。あ、これはね、微妙に柔らかいゴムですね。お、53、どう？ちょっと待って、53.66。これってもう10金初速じゃないんじゃないの？はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん。グロック26 EST119。 この EST119 ってのが何なのか分かりませんが、これです、うん、これがですね、アリー製作所の対象年齢10歳以上用のね、エアソフトガンです。いいですよね、これ。ちょっと前にリスナー様からコメントもらいまして、 Amazon にアリーのグロック26エアコキ出てますよって、マジで思って、僕もそれに乗っかっちゃって買ったっていうね。で、残念だけど今はもうね、取り扱いがなくなっちゃったと。いくつぐらいだったっけ、5個ぐらいポーンと売りに出されてすぐ売れちゃったっていう感じなのかな、うん、というお品物ですね。ホップアップシステムですよ。なんだっけ、マイクロエースっていうブランド名で出品されてたんだよな、アマゾンにね。まあ、デッドストックかなんかなんだろうけど、うん、ね、1分の1スケールホップアップハンドエアガンシリーズね。で、脅威のマガジンそれで55連発を可能にした新機能マガジン、世界特許出願中です。横もね、完成品、10歳以上特許、世界特許出願中、連射ハンドガンナンバーワンね、 PL 保険かな、メイドインコリアなんだね。なるほど。まあ注意事項とね。外箱はこんな感じです。これがね、3000円を切る金額だったと思ったけど、2500、600円だったかな。ちょっと具体的な金額忘れましたが、そのぐらいの金額で購入できました。ついてたね。うん。開けていきましょう。じゃん。おー、いいね。ビビダン。まあ、10歳以上よってことだから、まあ、0.12g の BB 弾を使えばいいのかな。で、マガジン、おーおー、いいね。この半透明なのがいいね。マガジンはこっちに回すんだね。おお、カリカリ言う、面白い。この半透明マガジンはいいですね。ここをこうスライドさせて、こっからジャラジャラっと BB 弾入れる仕組みです。なかなかいいんじゃない、これ。塗装だよね、これ。表面つや消しのこの感じ。お、そうか、チャンバーカバー、これいいんじゃない。塗装してあってクリーニングロッドちゃんとついてくる、操作の仕方、ここから BB 弾入れますよとね。55発入りますと。マガジンをセットします。もうマガジンキャッチもちゃんと効くと、エアコキだからね、トリガーと。で、機構上マガジン内に BB 弾が1列残りますと。なるほど。まあ、それは仕方ないよね。セーフティー。ああ、なるほど。このテイクダウンラッチがセーフティーになってます。上に上げて発射 OK。下はセーフティー。ね、株式会社、アリー製作所。ね。ね。いいね。自重では落下はしないか。でも、マガジンキャッチがちゃんと効く。握った感じもいいですよ。うん。うん、いいね。お、トリガーセーフティーちゃんと効きますね、これ。ほら。それだけでいいな。ホッキングしてみようか。おう。できた。おお、できる。ここまで、ホッキングするとスライドここまで下がるけど、まあ、スライドストップはダミーだね。金属製のパーツだけどダミーです。うん。で、こいつを下げるとセーフティー。ね。上げて発射できるけど、トリガーセーフティーもちゃんと効くし、ね。ここ、まあ、押しながら撃てば発射できる。おお、リアサイド。ここはね、なんだろう。これが正しい刻印なのかどうなのか僕もわかんないけどね。うん。こんな感じ。ブロックのマークと26。そうそう。ね。で、まあ、ここと。で、
EST119 って書いてある。 EST119、 あ、ここの刻印は何だろう、うん、KSG グロック NC、 何だろう、実需刻印かな。ここもねすごいよ、細かいけどちょっと刻印が入ってますね。あとは何だろう、ああここ一応金属入ってんだけどメイドインコリアってなってるね。メイドインコリアです。外観はこんな感じかな。意外といい外観なんじゃないですか。でね、比較の対象としてね、例えばこれ東京マルイの銀弾エアガン、これも価格帯は一緒ですよね、2000円台ね。まあ G226 と、これはもうスライドも何にも動かない、トリガーしか動きませんからね。でマガジンはマガジンキャッチも動かないと、パチンと入れるタイプ。質感やっぱりこっちの方がね、この艶消しの塗装がされてあるんだろうと思うんだけど、これあれだよな、 ABS の素地でこんな感じにならないよな。まあ質感はねやっぱりこっちの方がいいような気がします。うん、こういうとこ金属入ってたりするしね、あのこっちはもうビスが見えたりするもんね。この2本のピンはライブだし、うん、こんな感じです。これニュー銀弾で、もう1個東京丸いの、これガス風呂のグロック26ね、ガス風呂、まあ、ガス風呂だけあって、うん、とてもね、全然まあ値段が違うからあれだけど、サイズ感としてはそっくりだね、ガス風呂の方に。うん、サイズ感はガス風呂にそっくりです。このマガジンの感じとか、フィンガーチャンネルのね感じとか、うん、すげえそっくり。刻印の位置、刻印とかはまあ全然違うけど、そのね、うん、こんな感じですか。おー、なるほどね。ほらいいでしょ、マガジンキャッチもこれこっちちゃんとこう出てきますよ、同様にこうね、こんな感じ。こういうところはよくできてるのかなと思います。うん、もう一個比較対象として、うん、これじゃん、クラウンのね GLK33、 これって26じゃねえんだよな確かね、モデルが。まあ一応ね出してきました、こっちの方が一回りでかい、でかいです、サイズ感で言うと。長さはあれだけどね、こんな感じ。まあこれはちょっとね、比較の対象としてはちょっと別物っていう感じですけどね。こんな感じで質感を眺めるとどうだろう、これねとても外観はいいですよ。うん、ただねスライド引いてもこれチャンバカバー一緒に動くんだよね。そこがね、ほらこれね GLK33 は一応はね、あとこのスライドストップやっぱり効くっていうところと、マガジン自重落下っていうところも相まってね、ちょっと、うん、違いはありますけどね。パッと見のこの本当見てくれだけで言うと、これものすごくいいですよね。うん、素晴らしいです、見てくれだけでね、質感かっこいいですよ。うん、じゃあ引き合いに出したエアソフトガンの方々にはですね、一回退散していただいてまあほらそれぞれにレビューした動画もあるんで、概要欄にでもリンク貼っとこうと思いますんで、気が向いたら眺めてやってください。マガジンが 34g、 本体が 192g ね、で 226g。 動作音量ね測っていきますか。うん、はい、112.4dB と、まあ一般的なね、トリガンの動作音量かなと。うん、はい、じゃあ次はねトリガープル測っていきましょう、ね、お軽い 0.671kg。 おお、0.757kg。 うん、でもね軽いねトリガープル。
0.631kg、まあ、平均でね 0.686kg と 0.7kg を切るトリガープルっていうことですね、うん、55発入るってことだからね。おお、こんな感じです。いいねこのスケルトンマガジンで、おおおおおおお、上がってくる、ほらゼンマイ押すと面白い。さらにカリカリ巻くのかな。これでずっと打ち続けられるってこと。はい、じゃあですね、このまま初速を測っていきます。 18.4 度ね。マガジンの温度は 23.9 度ね。よいしょと。東京マルイのね、ニュー銀弾用のね 0.12g の BB 弾使ってます。これでじゃあ初速を測っていきます。お、53、どう、ちょっと待って、 53.66、 0.1720 ル。なるほど、そういうことか。これってもう10金初速じゃないんじゃないの。もう一回打ってみようか。 53.36、 0.1710 ル。そういうことか。 55.13、 0.1820 ル。53.76、 0.1730 ル。 54.7、 0.1790 ル。 54.69、 これが 0.1790 ル。 54.23、 0.1760 ル。 53.76、 0.1730 ル。 54.55、 0.1780 ル。54.57、 0.1780 ル。今10発打ったけど、まあ、安定はしてるんだけど、 0.1350 ルが、まあ、10金の威力なんで、これだいぶ古い製品だろうから、まあちょっと初速出すぎて10金はアウトなんだねこれね。まあ、僕が所持する分にはいいんだろうけど、ちょっとね初速が出すぎるんだね10金にしては。そういうことね。しかもマガジンまだちゃんとしっかり弾を上げ続けてるよ。すごいねこのマガジンは。さすがに、うん、面白いわ。はい、まあ蓋を開けてみて初速が10金じゃなかったっていうね。まあまあ外観見ればね結構いいし18金でもいいのかなとは思うけど、ちょっとねちょっと残念だったなと、初速が出すぎているのはね、うん、っていう感じです。で、うん、まあせっかくなんでね、これ中身どんなになってるか見ていこうっていう感じで分解していこうと思います。あのね、よくできてて、こう外観ぐるっと眺めても、ほらニュー銀弾はここも中だったしさね、あのビスが見えてたりとかそういうのもあったんだけど、これはねビスの類がない、うん、眺めて。で可動部はまあここしかないわけだけど、このセーフティーぐらいしかね、うん、ないわけだけど、まあまあマガジンキャッチも動くか、ちゃんとこっちもこう出っ張るしね、ほんとよくできてるんですよ、うん、ただビスとかがない、どうやってバラそうかみたいなね感じですが、まあ意外と簡単でした、うん、コッキングした方が楽かもしれないけど、まあ、ちょっと後ろに下げた状態でこうスライドこう開き加減で上に抜いてやると、こうパカッとレールから外れて抜いてく、抜けてくるんで、こんな感じパキパキッと両側、ここのレールから両側外せばスライドが外れてきますと。でね、これシルバーに塗装された別のパーツがあの接着されてる感じだね。スライドのスライド自体は一体成形で本当よくできてて感心しますよ、うん、なかなかいいです。パーティングラインはあるにしてもモナカじゃないあのフレームのものってね、こっから途方に暮れるんですけど、じゃあこの2本のピンを抜いていきます。向かってねこう抜こうかな、これです。で一応抜け止めのね溝っていうか筋が切ってあるんでね、抜け止めの方向をちょっと覚えておいてもらって、うん、まあこっちもねピン抜けてきますんで、これね本来だったらトリガーピンに当たるピンだけど、これも抜けてきます。こんな感じ。これ
そうするともうね、車足がこうカタカタ浮いてくるんで、でね、これセーフティをこう、これでセーフティ状態なんだけど、これでまあファイヤーが、この状態だとここセーフティ引っかかって抜けないんだけど、このセーフティを下ろすとなぜか抜けてくるとまあセーフティもポロリするんだけど、これね。でフレーム、マガジンキャッチと奥にスプリングがありますね、見えるかな。まあこれは取る必要なさそうなんで取りませんが、でこのスライドストップかなは金属の部品がこっちからキュッと刺さってるだけで接着されてるかもしれないけど、でここのプレートも金属のパーツが入れてあります。よくできてるよね。でここウェイトが入ってます。まあ取れなくはなってるけどね、この辺から叩けば取れるけど、まあ取る必要もなさそうなんで取りませんが、よくできてますよこれフレームね、で今これ取ったセーフティ、セーフティは下でセーフティ、このトリガーバーを押さえると、で上でファイヤーだからね、トリガーバーが動くと、ただこれだけのセーフティです。でこの2箇所のポジションはセーフティの裏側に穴が2箇所開いてて、ここ丸くねプランジャー、これよくできてんだけど、ちゃんとスプリング入ってて動くプランジャーがねちゃんと機能してます。でこのねトリガーバーは簡単にポンと取れます。だけどここまで分解するとこの部品はキュッと、もう簡単にモナカ、モナカなんでね、インナーシャーシっていうの、これがもうモナカなんでパコッと取れてきますね。そうするとトリガーも取れます。トリガーはねやっぱりここにピンが打ってあって、ちゃんとトリガーセーフティーが組んであるんだけど、まあこれもバラす必要ないんでバラしませんが、トリガーも取れてきます。でセーフティーにクリック感を出しているプランジャー、これもねプラでできてますけど、よく作りました、よく作ってありますねこれね。でこれスプリングね、こんなのが入ってます。これなんか無造作に切った跡あるけどね、でシリンダーとピストンが抜けてきますね。油っ気あんまりないですけど、これがね結構気密が良くて、こう押さえるとね、押す方にも引く方にも気密がいい半透明の部品です。でこれがまあシアなんだけど、シアっていうかね、でバネが入ってて、キックバネが入っててこうです。トリガーバーで引っ張ればこうピストンを解放すると、こんな感じになってますアウターバレルはこう外れると圧入してあるだけです。これもなんかこの艶消しが塗装っぽいんだけどな、どうなんだろう、わかんない、おお、インナーバレルも抜けるね。ね、インナーバレル樹脂ですね、切り欠きがあって、ああ取れるね、取れる取れる。はい、じゃあねホップパッキンも出てきました。よいしょと、あこれはね微妙に柔らかいゴムですね、見えますかね、一応突起が入ってる。で分解完了かな。このチャンバーはね割ることができないですね、あの接着されてるのか一体成形なのか分かんないですけど、こんな感じです。まあ組み立ては本当簡単なんで逆の手順でやってもらえばいいとは思うんですが、分解完了です。せっかくなんでバラバラにしちゃったんで、また組んでいきましょう。インナーバレルにチャンバーパッキンつけてありますね。まあ機密を上げようと思えばシールテープか、でもこれかなりきつく入ってたんでシールテープいらないと思うんだよな。結構きつく入ってますんでね、いらないっていう判断です。おお、でここね、あのインナーバレルのセンターを決めるための突起があって、こうチャンバーに組むとあのホップの突起がね結構よくはっきり見えてくる感じですね。でこうアウターバレルもこう取り付けてやって、これもね取り付く方法がちゃんと方向が決まってるんでね。よしと、でバレル一式チャンバーもできたと。でシアを組んでいきます。スプリング長い方が前だったような気がするんだよな。こう
個です。で視野をねこんな感じ、こいつをに引っ掛けながらねこう入れてやりますんで、キュッキュッと動けば OK かなと。このここのね2箇所の突起をこう入れてやれば OK です。トリガーもまあここ一応さっきの太いピンはトリガーの中通ってるんだけど、ここでね支えられてるだけなんで、もうトリガーも普通にポンと置いてやれば。でこれセーフティー用のプランジャーねはここにこうスッと、でシリンダーとピストンを組んでやってこのようにねスッと入れてやります。であとはねスプリングとスプリングガイドを組んで、ここはねちょっと視野を避けて入らなきゃいけないとこなんで、こんな感じで入ります。うん、でパーツの保持もいいんでね、このまますっ飛んでいくってこともないんで、でインナーフレームっていうかね、インナーシャーシっていうかモナカをこう閉じていけばすんなり組めるはずですね。なんて言うんだろうね、そのモナカ独特の組みにくさみたいなのが極力ないですよね。でこれトリガーバー、この視野に引っ掛けてから組むと組みやすいかな。ね、これで一応インナーフレームというか機能一式組み上がりです。ちょっと動作チェックをするんであれば、トリガーがこうスプリングで戻るっていうのと、コッキングしてシリンダーを前に出して、でトリガー引いてピストンがね前に行くと、こんなチェックをしてやればいいかなと思います。じゃあこいつをフレームに組んでいくんですけど、まずねこの、セーフティーをこう入れておいて、まあ、下に下げたセーフティーの位置にしてやります。まあ、裏から見るとこんな感じで、この状態に上からこうね入れてやればいいです。まあセーフティーが落ちるんでこっちに傾けてますけども、これで入りましたもん。あとはセーフティーをパチッと上がって下がっての動作がちゃんとできてれば、もうフレームの位置は問題ないです。上に上げてトリガーが引ける状態じゃないですか。この状態だともう抜けなくなるんでねよくできてますね。まあ偶然かもしんないけど。で抜け止め、ピンの抜け止めはどっちも向かって左側か、後ろから見て左側の方に抜け止めが来るような状態でピンが打ってあったんで、まあね軽いです。まあこっちのピンもまあ手で入るけど、うんそうだね、こんな感じ、なんとか指で押し込められる程度の、ピンです。でスプリングとね、でもこっからはもうエアコキですよ。ちょっと下げてこのぐらいの位置でパチッともう入っちゃうと。そうするとねしっかり、いいね、こんな感じで出来上がりです。結構簡単です。アリーのグロック26お座敷シューティングやっていきます。当たるかな、とりあえず打っていこう。おすげえ上に当たるなこれ。ああなるほどね、これねちょっとね近めっていうか4メートルぐらいでやってるんですけど、ちょっと上に当たる、ホップっていうよりは上に打ってる感じがするな。だいぶ下を狙うとねよく当たるんですよ、このサイトで。あのこれじゃ分かんねえかな、ね、だいぶ上に飛んでいく、下狙うと当たりますよ。あそうか、マガジンのね弾残弾数が減ってくると BB 弾のリフト動力が落ちるのかな。だいぶ上に当たる印象ですね。まあ飛距離は稼げるかなというところですけど。
うん、まあまあでもプロキャッチングもある程度は当たるし、ちょっと下狙う必要がありますけどね。こんな感じです。はい、いかがだったですか。ついにね、黒猫軍団に配備されたアリー製作所のねグローク26エアコキですけど、うん、これね、外観は本当いいですよ。性能は抜きにしてで、あとね、今で言うところの10金の初速じゃないんでね、それがちょっと気になったところかなと。うん、若干オーバーしちゃうんで、まあ18金になっちゃうねっていうところ。うん、ゼンマイマガジンはね、こうやっぱり1列残っちゃうんだね。この状態だともう巻いても上がらないし、うん、っていう状態ですね。これだったら僕は GLK33 を選ぶかな。うん、あっちはマガジン重いしさ、自重で落下もするし、スライドストップも効くと。うんね、こっちはね、ちょっともうちょっと安かったらいいんだろうけどね。うん、なんだろうな、どこにお金使われてんのかな。まあまあって言ってもね、うん、この質感ですからね、うん、いいんじゃないかなとは思います。脅威のマガジン付き命中精度はね微妙左目に当たる4メートルとか5メートルで、サイトで狙ったよりもね 7,8 センチ上に当たるかな。もう明らかに放物線狙いなんじゃねえかみたいな飛距離稼ぐために放物線狙いなんじゃねえか、もしくはあのホップが実は鬼ホップだとかね、まあその辺ちょっと分かんないね。あとはね、コッキングするたんびに BB 弾を送り込んじゃうんで、何回もコッキングすると弾ポロしてね、でも一発だけは保持される感じになってました。そんな印象です。うん、外観はいいですね。と言ってもね、欲しいよって言っても手に入らないんで、そこだけがねちょっとネックなのかなとは。中古で出たりするのかな。うん、これはとても、うん、持ってて何かなんとなく満たされる打ってみてなんとなく寂しくはなるけどこんな感じです、うん、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。打つべし打つべし打つべし、見る分にはいいけどな。そうだから、ね。